霊と誠を持って私を礼拝しなさい。心を収めて私を礼拝しなさい。あなた方一人一人が私を礼拝するとき、私の臨在は満ち溢れてくると主はおっしゃいます。この私がこの終わりの時代にあなた方にあえて許す小さな十字架があります。その小さな十字架が来たならば、それを喜んで感謝し担っていきなさい。その時あなたを通して私の力が豊かに働くと主は言われます。あなたをかき乱してくる者たちがいる。しかしあなたは翻弄されてはいけません。心を定めて私に目を向け、そして心を定めて私を礼拝しなさい。私はその時あなたに私自身を表し、また私自身を望ましていこうと主はおっしゃいます。 God is working for my goodGod is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes, He really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes, He really is. ハレルヤー。愛する天のお父様、イエス・キリストの皆を心から褒めたたえます。聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。また、素晴らしい特別賛美をありがとうございます。救われた人一人を心から感謝いたします。インターネットで共に愛されている人一人をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通し私たち一人一人に語り、また御言葉を持って私たちを養い導いてください。語るもの行くものも減り下ります。どうぞ語ってください。主に期待いたします。信じてイエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。信願しましょう。ハレルヤ。私たちを愛して十字架にかかり三日目を見られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。今日はルカの福音書23章の44節から読んでおきましたけども、46節の父は我を見て委ねますという十字架の7つの言葉の最後の言葉、今日はこれに目を留めながら見ていきたいと思っています。最初にですね、いくつか動画を見ていただきたいんですが、以前その短い個人の報告会で、作った紹介 CM 動画があったんですけど、ちょっと今日は長めの動画です。これはぜひ皆さんに、導かれたらいろんなところに行って、講演会をね、依頼してほしいなと思う、ね、そういう動画です。この動画を作った目的は、この動画を通して他のところで講演会を開けるようにということだったんですけど、早速それが実際起こったんで、ね、それでも今日見てもらおうと思います。はい。家を建てる者たちが見捨てたいし、それが一つの死になったところですね。はい。よろしくお願いします。はい。ありがとうございますってことから、今日お話を始めたいんです。これは社交ゲーじゃなくて、これから話をする子どもたちにとっては、こうしてこういう時間を割いて、高校3年生の大事な時の1時間を割いて関心を持ってくれるってことは、それだけで彼らにとっては生きていく力っていうか希望になるんですね。だからこれ建前じゃなくて、本当に、先生たちやそれから皆さんに心からありがとうございますと申し上げたいと思います。今世界に子どもたちがどういう現状なのかということを、多くの人たちは大人も含めて知らないんですよね、本当のところは。実際に現場に行って体験してきたことを、そのことを、特に若い子どもたちに、高校生行ったかんな時のその子どもたちに聞いてほしい。特に高校3年生の場合は進路をこれから決めなきゃいけない時に、そういうことを知った上で人生の大事な決断をしてほしいなと思っていることが一つです。それともう一つは、そのいわゆる個人が必要とされている発展途上と言われているどちらかというと貧しい国の子どもたちだけではなくて、豊かな国でも実は子どもたちの心が乾いてきていたり、すごい孤独を感じていたり、それでも生きているのが嫌だったり辛かったりするのはいくらでもいるわけですよね。だから彼らのことを話しながら、実はその豊かだけども傷んでいる子どもたちに、自分も価値ある存在なんだって、自分だってあの子どもたちが本当に輝いて素晴らしい人生を生きれるよ、自分だって愛されている存在で、価値ある存在で、そういう人生を生きれるんだってことを知ってほしいなと思っています。そういうことを伝えたいなと思って
まあ、毎年毎年話してきました。皆さん一人一人は価値のある存在です。愛される価値のある存在です。皆さんの中には愛されるだけの価値があります。皆さんの存在は自分だけじゃなくてたくさんの人に祝福を与える存在になります。それは絶対に忘れないでください。そしてこの子供たちのことも忘れないでほしい。今年で19年目ということで、すごく長く講演会続いてるんですけども、私がですね、生徒会の、まあ、責任者ということで学園祭の行事の一環として講演会をやり始めたんですけども、でそのうちに私生徒会係じゃなくなってですね、私の後任になった学園祭の責任者は、まあ、辞めると。高校3年生でわざわざ講演会を聞きにですね、来るのは、まあ、時間がもったいないというような意見を言う者がいまして、まあ、ちょっとこの会議になったんですけども、その中で他の教員からですね、あなたはこの講演会聞いたことあるんですかっていうような、まあ、強い意見でですね、まあ、何人かの方が講演会をやりましょうということで、また継続する形になりました。で本当にこのことをきっかけに、まあ、海外でのボランティア始めましたとかですね、まあ、3年生なので受験が控えてるわけですけど、本当にその受験に力をもらって、もう一生懸命自分は勉強するんだって、まあ、この講演会がうちの進学実績にですね、まあ、ちょうどこれから勉強に向かう時期なので、そういう意味でもプラスになってるなっていう気がします。桜ヶ丘高等学校の事務室で、ちょっと今事務を行ってます、静止篤郎と申します。受験前っていうのと、もう部活動とかももう引退した後だったので、下級生は文化祭参加してるっていう中で、こう参加できずというか、講演会のために学校来てっていうのは正直最初はちょっと嫌だなとか、気分乗らないところはあったんですけど、まあ、僕一番前でちょうどクラスが真ん中のクラスで、壇上の本当に目の前でお話を聞かせていただいた時に、なんかすごく新鮮でもあり、こういう現状があるんだなっていうのが、とても分かって、お話聞いて感動もしましたし、ちょっと印象に残ってるというところとかでは、まあ、自分だったら、まあ、食料とかもそうだったんですけど、多分お洋服、そこはすごく鮮明になんか自分の中で覚えてます。大学も社会系の学部に、進学して、そういう社会の現状とかを研究をしていたんですけれども、その中で、まあ、もちろんボランティアとはなるんですけれども、自分が着なくなった洋服とか、まあ、姉の分も一緒に、まあ、兄弟で、そういう支援といいますか、あとそういう海外送ってっていう活動というか本当にそういうところを行ったりはしました。講演会きっかけで、僕がそういう、はい、服を着せてあげました。日本人の買った T シャツで、初めて自分の服を持ったから喜んだ。5枚ずつね、着替え、日本人の買った古着の着替えを5枚ずつ置いたわけですよ。そしたらね、分かんないんです、着替えって言葉が。はって一生懸命説明してやっと分かった時に、自分の服が5枚あるわけですよ、これ着てる以外に。今まで一度も自分のものが持ったことがないから、びっくりして、もう驚いて、これ全部僕のって言うから、そうそうだよって言ったんですね。そしたら喜んだんですね。30分経たないうちに自分の棚の前に来て言いました。前田さんに、これ僕のだよねって。そうだよ、これはキアノだよって言ったらね、2個取られて、またそれに行って、30分経たないまたやってみて、僕らだよねって言うから、そうだよ、買い物よってまたリポートされてたんですね。その日一日に何回来たと思う？30回ぐらい。あ、20回。あ、その間。はい、どうぞ。24回。もう一回。一番面白い人は、はい。25回。25回から5回なんです。わかります？本当に嬉しかったんですよ。話を聞いていく中で、本当の子供でなくても彼らへの深い愛情が感じられて、私たちは、彼らに何ができるんだろうっていうのをこれから考えていきたいと思いました。今まで小学校や中学校でも途上国についての課題だったり問題だったりの
講演を聞いたことがあったんですけれども、今までで一番具体的なお話を今回聞くことができました。個人の現状だったり、その生徒さんの一人一人の表情まで想像することができて、とっても貴重なお話を聞けたと思っています。これからの大学進学に向けての一つの糧にします。ありがとうございました。世界に対しての視野が広がりました。自分の知らない世界について知ることができました。なんだろうな、心が豊かになるって言えばいいんですかね、ちょっとわからないんですけど、自分の中に残るものがありました。はい、ありがとうございました。一緒のご人のスタッフの方がある短大で今学んでるんですけど、それでそこの学校の先生はカンボジアに興味があるのかな。それで、まあ、いろんな話をして、そしてこの動画を見せた時に、まあ、大学の方なんですけど、まあ、大学の、来年から仕事に就く方たちなんですけど、子ども関係のね、まあ、一つの授業を割いて話をしてほしいということで、まあ、11月の26日の土曜日の日に90分の授業でですね、最初に木原ヨハネが5分間個人の紹介をして、秋元ヨハネ君がザンビアの話をして、その後私が1時間10分ぐらいお話をすることになっています。まあ、覚えておいてください。個人的には最後感想があったけど、ね、あれ今でも今昔は紙に書いたけど、今はこう全部タブレットなんですね。タブレットに書いて送ってくるんですけど、全員書いてくれるんですよね。で、みんなしっかり書いてくるんですよね。すごいなんか反応があるんで、毎年ね、十何年間毎年あるんですけど、で今出た中では特に愛ってこと、愛するってことを誰に聞いてもダメだったけど、継続するんだっていうことが一番ぴったりきたっていうのが書いてあったでしょ。あれがすごくね、私は個人的に嬉しかったですね。はい。それで、聖書ってこんなに面白い、思わざが祈ってしまう話も聞きたいんですけど、ちょっと時間がないので、聖書ってこんなに面白いので、今日のやつを見てください。今日の説教にかかるんです。はい。完全に明け渡されたイエス。父よ、我が霊を御手に委ねます。ルカの福音書23章46節。イエスは十字架の上で全ての使命を全うし、完了したと叫ばれました。そしてイエスは大声で叫んで言われました。父よ、我が霊を御手に委ねます。こう最後に言われて息を引き取られました。イエスは最後にもう一度、父よと呼びかけられました。全てを成し遂げられて全うされたイエスは、父なる神に捨てられた黄泉の底からもう一度信仰を持って呼ばれたのです。父よと。
もうすべて成し遂げました。あとはあなたに任せます。アバであるあなたに私自身を委ねますと最後に自分自身を完全に明け渡されました。イエス・キリストは最後まで父なる神を愛し信頼して従順に従い通されたのです。この3日後にイエス・キリストは聖霊の力によって死に打ち勝って復活されます。今も生きておられます。私たちも自分自身を主に完全に明け渡して主イエス・キリストを愛し最後まで従っていきたいですね。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。はい、ありがとうございました。いつも秋元読書こうやって拍手しますよね。はい、はい、それで、ですね、聖書の方に入っていきたいと思いますが、今のは一つ目のポイントなんですけども、まあ、44節から、その時すでに12時頃になっていたが全地が暗くなって3時前着いた、まあ、暗黒が続きます。前も言いましたが、これは満月の時なので、月食というんだっけではないですね。太陽だから特別な神様の介入ですね。暗黒が来たわけです。太陽は光を放っ失っていたと、ね、また神殿の幕は真っ二つに裂けた。完了したって言ってイエス様は言われて全てを成し遂げられた時に幕が真っ二つに裂けて、本当にいつでもどこでも私たちは神の臨在、神と生きた交わりができるようになったわけですね。でその終わった後に今日のところに行きます。イエスは大声で叫んで言われた。最後に叫んで言われたんです。父よ、アバですね。父よ、我が霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られました。最後の言葉ですね。で全部成し遂げて完了した後に、神殿が真っ二つに裂けたからもう全うしたわけですよね。一番最後に再び父よって言われるんです。でこの時じゃあイエス様は父とこの関係になってたかと、まだなってないんです。復活して初めてまた再び父とこの関係になるんですけども、この時まだ父なる神に捨てられてまだ父とこのなってはいないんです。決してでもこの時イエス様は父よと今度は言われたんです。我が神我が神って言う時は父なる神に捨てられて本当に私はしなければならない叫びを叫ばれたんですけれども、この全部全うして自分の果たすべき地上での使命を全部成し遂げられた時に、まあ、この後実際この地上で息を引き取って黄泉に下っていくわけですけども、本当に復活されるまでね、その時にもう一遍父よって言われた。どういうことかというと、私はあなたを信頼していて、たとえ見捨てられたとしてもあなたは私とって父アバであすと言ってますね。そしてもう一つはこの後復活するんですけども、イエス様は復活することを信じていました。知っていました。だから必ず私は復活できる、再びあなたを父と呼べる、アバ父よってこう言ったんですね。だから復活するから父よっていうの以上に、もう今捨てられてしまったけども、でも私はそれでもあなたをアバ父な父と呼びますっていう、本当に父の神に対する信頼なんですね。そしてもう一つは必ず復活できるからっていうことなんだけど、でも必ず復活できることを信じていたんだけど、復活させてくださいねとか復活できますよねとか言うんじゃなくて、我が霊を見てみたりますよ。体はね、この地上の体をもらってるからなくなっていくしというわけですね。復活の体、本来の復活の体をもらうわけですから、こんなと復活していく。でも霊はこの霊を神の手に委ねた、完全に復活、ね、神様復活してくださるからこの霊を委ねたんですけど、でもそれを信じていたけど、ここ分かりにくいかもしれないけど、必ず復活できると信じていたけども、でもそれも含めて全部あなたに任せますって、極端な話ですよ。極端な話、もしこのまま地獄に捨てられたとしても構わない、なことはないんですよ。ないし、そんなことは思ってないですよ。でもそれでもいい、もう全部明け渡します。完全に明け渡されたんです。もう一遍ね、もう一遍地上に行って十字架にかかれって言われたらそんなことないんですよ。ないんだけど、そう言われてもいつも何でやったら本当に完全に明け渡されたんです。ある方は神様あなたの心のままにって言うんだけども、分かりましたって主に言って、それはおかしいとか言い出すんですね。明け渡しない人山ほどいるんですね。でもイエス様はあの十字架で父なる神に伝えた時に、それでも父なる神を信頼してアバって言われて、まだアバでないんだけどアバと言われて
私はあなたを信頼してますと言って本当に完全に明かされたんです。で、その十字架のすべてを見たローマ兵が47節この出来事を見た百人隊長はすぐそばにいて、今まで何人も十字架刑で殺すのを見てきた。そしてこの時もイエス様の最初から最後まで十字架を見た時に全く違う、今まで勝ったどの人とも全く違う、その愛、その清さ、本当にその姿、言葉にならない。だからこういった100人、神を褒めたたえたって書いてあるでしょ。神を褒めたたえてね、神を知らない人が、そして本当にこの人は正しかった、マルコの群衆では誠にこの方は神の子だったと書いてあるんです。だからね、異邦人、全然寄生者に関係ない、おそらく読んだことないんじゃないかな、ね、ローマ兵だから、ね、全く興味もない。ところがその方が、この方は誠に神の子だった、正しい人だったってこう言ったわけですね。こうやって言ったんですね。本当にイエス・キリストの十字架を見ると人は偏見なしに見たなら、この方以外に救いはないって分かるんですよ。で、何を話そうかなと思った時に、ダニエルのことをダニエル書のからね、神様に示されたんですね。皆さん覚えてますか、ダニエル書の3章に出てくるんですけども、シャデラク、メシャク、アベデナゴっていうね、あの3人が、ネブカラヘダローという王様が金の胴を掴んで拝めとね、なんかいろいろ楽器を鳴らした時に拝めっていう。彼らはユダヤ人で偶像を拝まないから、決して拝まない。そしたら、まあね、売った人がいてね、で捕まえられて連れてこられて、王様に行かれる、お前本当に拝まないのかってね、まあ、拝めばそれでいい、でも本当に拝まないならお前たちは火の中に投げ込むと。ダニエル書の3章の、ね、13節から言いますね。ネブカデネザルは怒りたけり、シャデラク、メシャク、アベデネゴを連れてきて来いと命じた。それでこの人たちを王の前に連れてこられます。ネブカデネザル王は彼らに言います。シャデラク、メシャク、アベデネゴ、あなた方は私を神々に仕えず、また私が与えた金の銅も拝みもしないというか本当か。もしあなた方が角笛二冠の笛、縦琴と三角琴、ハープ、片笛および諸々の楽器の音を聞くときにひれ伏して私が作った銅を拝むならそれでいい、拝むならいいよと。しかしもし拝まないなら、あなた方は直ちに火の粉がいる炉の中に投げ込まれる。どの神が私の手からあなた方を救い出すよとこう、ね、怒りたけるわけですね。有名なんですね。その時言ったことがあるんですよ。16節シャデラク、メシャク、アベデネゴはネブカデネザルに言った。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません、一時答える人はない。だけどもそう言って、ただもしそうすれば、そうなればいられたら、私の使える神は火の燃える炉の中から私を救い出すことができます。神は救ってくださいますよって。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。ちゃんと信じてる。しかしもしそうでなくても、仮にそうされなかったとしても、王よご承知ください、私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが与えた金の銅を拝むことはしません。で、本当に彼らはしなかった。神は必ず助けてくださる。でも仮にそうでなかったら、殺されたとしたって私はしません。これ神に対する全面的な信頼と明け渡しなんですよ。もしそうでなくても不信仰じゃないんですよ。いや、もう私たちはもう神の助けに決まってるけど、もしそうでなかったとしたら、私のこの小さな頭よりはるかに神は大きな方だから、もっといいことが待ってるんだろう、やり殺されて構いません、明け渡し切ってるんです。イエス様は十字架の上でアバって言われた時に、まだアバじゃないんですよ、かぶせられてるから。でもアバ、あなたは私のやはりお父さんだって、あなたは私を本当に愛してくださって、人々を愛してくださった、もう全うしたって。だからもう、あとは神に分け渡します。父なる神様、どうぞ私の霊を引き受けてください。私はこの後復活することをよく知っている。でもそうでなくてもってのは不信仰からじゃなくて、もう全部明け渡します、あなたは祭典がなさらない愛の方だから、どうぞご注意なさってくださいって完全に明け渡したんです。で、私たちもね、エス様の十字架とは全く違うんですけども、本当に神に明け渡しきったらね、復活がやってくるんです。でも多くのクリスチャンは復活を見ていません。生ける神の現実と、ノンクリスチャンが思わずも、あなたの信じている神は誠の神だって、その方以外に救わないって思わずも言わざるを得ないような神の現実を見ていません。どうしてか分かりますか。我々が明け渡さないで自分にとらわれているからです。もう十字架で完了したって言われたことによって、この前も言いましたが、
自分に関しては完全に勝利したんです。罪も許された、全ての病を引き受けてくださった、癒されるに決まってる。なのにまだ病気だとしたら特別な意味がある。神様が完全な勝利を捉えたから明け渡せばいいのです。でも自分に捉えていて、こうしたい、ああしたい、こうじゃなきゃいけない、ああじゃいけないって自分を主張し続けるんです。復活はやっていきません。キリストの復活の技、生ける神様があなたを通して自由に働けないんです。誰かが悪いんじゃありません。自分自身が、私自身が、あなた自身が、神が自由に働くことを妨げているんです。明け渡さないから。その一番の最たるものはつぶやくことです。明け渡してないからですよ。この時ね、本当にね、明け渡しちゃってね、ね、そしたら、ね、怒るんですよ王様が。大体神に従うと相手は逆上するから ね。そしたらね、するとネブカデネザル王は怒りに満ち、19です、シャドラク、メシャク、アベデネゴに対する顔つきが変わった、彼は老普通より7倍厚くせよと命じたって書いてあるでしょ。多くの人たちがね、人が怒ることをやりたくないんです。わかりますよ、人間だから。あのわざと怒らせちゃいけませんよ、失礼なことをして。でも本当に神の心をない全うしていくと、あることは常識とぶつかりません。非常識をすることは神にしたことじゃないからね。神にしたかった結果、日本人の常識や考えとぶつかることはしばしばある。その時に言い方は優しく、でも通さないといけないんですけど、そうすると相手が怒ってしまうことがある。南君が長崎いた頃に、神様からあのぼーっとしてて上げすぎた時、まず最初謝ったんだけど、私が売るって言ってくれて喜んでたら、店長にも言い抜けって言ってびっくりして、店長に、いや神様があのもう知ってるからね、店長は自分クリスチャンで、ね、だからあの神様売りに行きますって言ったら、店長あきれ返ってね、もう怒るのも飛び越してね、もう戻れって言ったんで、も本当に売れたんです。しかも2倍以上売れたんです。その結果店長驚いて、この伊勢の石の本をプレゼントしたら、よみんなにも紹介してくれて、そして最後にエスも死にたんですよ。なぜ主に言われた通り明け渡してやったからですよ。みんな自分のメンツとか自分が大事なんですよ。すぐ言うでしょ、そんなことありませんとか、すぐ言うでしょ。明け渡しきってないんですよ。この時ね、でも7倍厚くせよって言われたもん。でその結果どうなったかって言ったらね、22節、王の命令が厳しく、炉が甚だ厚かったので、シャデラク、メシャク、アベデネゴを連れてきた者たちは、その階に殺された。連れて行った者たちが殺されちゃうぐらい厚くなった。で、この4人が放り込まれる、3人放り込まれると、なんと、もう1人の人が立って一緒に火の中をぐるぐる回ってる姿が見えた。そして、王様はびっくりして、25節、王は言った。だが私には火の中を縄をかけて、縄を解かれて歩いている4人のものが見える。しかも彼らは何の害も受けていない。第4のものは、姿は神の神のこの世だ。3人しかいないからね。で、それからネグバネは火の燃える炉の近づいていった。シャデラク、メシャク、アベデネゴ、糸高い神の染めたち、すぐ出てきなさい。まあ、こんだけを変われるようになってくらい変わりますけど、神の現実を見たからです。だって糸高い神の染めたちって言ったんですよね。そして出てきた後に、あのみんなが見てる前で全く体がきその頭の毛も焦げず、上着も遺伝と変わらず、火の匂いもしなかった。すごいね。ネブカデネザルは言いました。28節、ホグベヒカナ、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神、神は見つかりを送って王の命令に背き、自分たちの体を差し出しても神に信頼し、自分たちの神のほかはどんな神にも使えず、また拝まないこの諸民たちを救われた。それを私は命令する。庶民に諸国諸国の者のうち、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神を侮る者は誰でも、その手足は切り離され、その家をゴミの山とさせる。ゴミの山になって人いますけど、このように救い出すことのできる神は他にいないからだってね。大逆転でしょ。この神だけ拝めって逆になっちゃったんですね。どうした？シャデラク、メシャク、アベデネゴが、神に完全に渡したんですよね。いや、もう神様には拝みませんよって。でも神は絶対助けるからって。でも、もしそうでなくったって、これは否定的な不信仰じゃありません。私たちは拝みません。神様はそうおっしゃってるから。神は最善しかなさない愛の方だから、もしそうでなかったらもっといいことがあるんですよ、私の理解を超える。
とにかく私たちは拝みませんって言ったんです。イエス・キリストは十字架で本当に使命を全うされて完全に完了したって言って全てを成し遂げられて死んでの幕は真っ二つに裂けて本当にイエス様の使命を全うされた後そこで終わったわけです。彼はね、今その後最後にもう一度アバって繰り返しますね。復活されてからアバっていうなら分かるけど、まだアバじゃないんです。捨てられてんだから。でもいや、あなたはアバですって、ね、あなたはアバですって、私はあなたをそれでも信頼してるアバです。そして我が霊を見てみたります。この霊を完全に渡しますと言われたんです。私たちの人生にイエス様と決定的なのは絶対見捨てられません。でも見捨てられたと思いたくなるような状況を許されることがある。霊的感覚では、ああなんかもう、ま、自分はもう見捨てられてんじゃないかと思いたくなる時がある。おしまいだと思いたくなる時がある。それでも神様を信頼して、それでもあなたは私の神です、あなたは私に最善しかなさないって言って、そして本当に神様はどうぞご自由にしてくださいって自分の人生を完全に渡し、自分自身を明け渡した時、神様の人生があなたの中に始まるんですね。これを本当の意味での献身って言います。献身すると最高の人生が生きれるんです。間違いなく地上でも縁でも。でもみんな献身してるつもりなんですけど、ちゃんと握ってるんです。それが神の働きをさせません。周りに問題があるのではありません。人々が問題なのではありません。あなたが本当に神を信頼して、最悪と思える状況の中で、もう自分はおしまいだと思える状況の中で、それでも父なる神様、アバ、私はあなたを本来に縮めします、私自身も完全に言い方を渡します、あなたはどうぞご自由になさってくださいって、こう言った時に、だってイエス様の使命を全部果たされたんですよ。アバ父よ、私はもう全部やりましたって、あとよろしくって ね、 これ、 ねあのこれで何が報いをもらえるんですかとかね、そういうんじゃないんですよ。全く最後に我が霊を見てみたいです。もうあなたの手に任せますって、チカチカするね、大丈夫かな、こう言われたんですよね。こちらのカメラの問題なのかな、あ戻ったまともに、ね、こっちだったらいいけど、もし映像を見てる方がねチカチカしたら申し訳ありませんでしたね。大丈夫ならいいんです、ここの問題だから、ね、で我が霊を見てみたいですってこう言ったんですね。だから皆さん、ね、今日はねそのことを短いですけど言われたんですね。私自身もね、なんと明け渡しなかったことかってね、今回このメッセージにあたってすごく悔い改めさせられました。で、本当に神様にかあ、もう大丈夫です、戻りましたから、治りましたから、どんな時でもアバ父よって神様を、イエス様をアバ主として、本当に信頼して、主を主とする。そして、明け渡していくときに神様は素晴らしいことをしてくださるんですよね。この後イエス様復活するんですよ。そして今に至るまで宣教の旗が進んでいって、いよいよ最後のクライマックスが今来ようとしますよね。そのことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。十字架の最後、今日は最後なんですけれども、イエス・キリストは十字架を全うした後に最後にもう一度アバと言って、そして完全に明け渡されました。私たちがイエス様についていくと、本質的にイエス様とは違うけれども、私たちも小さな十字架でも自分にとっては自分の十字架を本当についていくなら必ず来ます。だってイエス様はそう言ったから、私についていきたいと思うなら自分の十字架を置いて言ったから、十字架を置くに決まってるんです。そうでなきゃ弟子じゃありません、ね、でその十字架はイエス様と本質的に違いますよ。誰かの会とかじゃなくて、でもその十字架を本当に引き受けて歩んでいくときに、その十字架を全うしたときに、どうしてですね、 ありがとうございました神様ってね、ああ父よってね、そして明け渡してあげたい、完全に。それは投げやりでもなければ諦めでもありません。信じきって明け渡してほしい。イエス様は信じきっていた、必ず復活できると。だけど信じきっていたんだけど、だけども完全に明け渡す、さっきも言いましたように信仰からではなくて、そのまま地獄に捨ておかれたとしても、もう一遍十字架をやると言われたとしても、何でも構わない、完全に受け渡しますって。分かってもらえますかね。すごく大事なところなんですよ。
ダニエルの時にシャドラク、メシャク、アベデネゴは信じきってた神が助けなさると。だけどそうでなくてもってのは不信仰じゃなくて、いや私の頭よりはるかに神が大きいから、そうでなかったってもう私はしませんよって、神様は最善がなせんが、もう私は火の中で焼かれて死んだって構わないんですって明け渡しきってるんです。私たちも必ず神様が祭典をしてくださる、このことさえ益になって素晴らしいことしか決まってる、決まってるけれども、ね、それ信じてるけれども、そたえそうでなくたってもいいんです、神様全部明け渡しますって、使命を全うしきったらすごい報いが待ってる、必ず報いがある。だけどそれはそれも含めて全部明け渡しますっていうことなんですよね。私はかつて本当にこう追い込まれて、エルサレムがまだ小さかった頃かな、お腹にいた頃か、2人しかいなかったかな、まだな、その日に行って何度話しましたよね。本当に行き詰まったんですね。私はリバイバルを信じきっていました。今でも信じきっています。これはえらくも何ともないですよ。賜物ですから、プレゼントですから。で本当にリバイバルやってくると、でも神様で飯もあると、でもそのリバイバルの飯も含めて全部あなたに明け渡しますって、もうあなたにお返ししますって言って、本当の時明け渡したんです。この後の人生はもう全部もういいですって言って、もう全部明け渡しますって、自分にはできないことよく分かりましたって、まあ、ちょっとこの時とは違うけどね、完全に明け渡したんです。本当涙が止まらなかったですよ。私は自分自身をあの時明け渡したから、投げ捨てたんじゃないんです。はっきり申し上げるけども、それも含めて全部神様に明け渡した時に、まあ、涙が止まらなかったですね、完全に。うちの妻がね、褒めてくれました。めったに私を褒めない妻が、ね、でそして家帰ってきたら、その日の夜にディボーションのところが、私はあなたとの相続してあなたにカナンチを当てて、夜のディボーションに明確に語られたんです。明確にはっきりと、もしあの言葉が神でないなら私の救いは崩れます、それぐらいはっきり与えたんです。これね、神が返してくださったんですよね。私はその飯は勝ち取ったのでもなければ、肉でも持ってんでもないですよ、与えられちゃったんですよね。だからリバイバルの飯があるっていうか、そうじゃ使命でね、私は知ってるんです。私がそこに立ってる限り神がそれをなされる、その時その働きの一部に私は使っていただける。一部といったってすごいですよ、一人を通して100万人以上だから。私はそれにふさわしいとおっしゃるに関係ないんです。神が約束されたからそうなるに決まってるんです。でもあの時私は完全に明け渡してたんですね。で皆さんね、人生に明け渡さなきゃいけない時があるんですよ、本当に。その時にはっきりと自分の使命とか飯が見えてくるってことをね、どうぞ覚えてください。あるいはその時神様の復活の力、復活の主にお会いできるんですね。それにしててほしいと思いますね。まあ父を我が霊を見てみたいますということで、今日はね、なんかそういうことを示されました。で本当にイエス様の姿を見た時に、これはそこだけじゃなくて全部の十字架を見た時に、ローマ兵は百人隊長は、この人は正しい方だった、神の人だった、どうだったって救われたとは書いてないけど、おそらく信じたんではないかと私は思っています。天国に行ったらこの百人隊長を探してみたい、いるんじゃないかと思うんですけどね、断言はしません、書いてないからね、おそらくいるんじゃないかと思うんですね。で百人隊長って関係ないんです。でも百人隊長、聖書に出てくる百人隊長みんないい人ですけどね、ただローマ兵でおそらく聖書なんか関係なかったと思う。にほとんどの日本人聖書なんて読んでないでしょ、クリスチャンじゃなきゃ、家にあったとしても。ある人が面白いって言いました。聖書ほど日本人で多くの人に、聖書ほど買われ置かれてる本はないけど、聖書ほど読まれてない本もないうまいこと言ったら悲しいけどね。なのでね、おそらくこのローマ百人隊長はね、聖書ってこんな知らなかったの、知識としてちょっとぐらいしたけどね、そんな感じですよ。日本人も知識としてちょっとしてるだけじゃないですか、しかも正しくない知識をね。ところが本当にキリストの十字架を見たときに、この方は誠に神の子だった、本当に正しい人だったと言わざるを得なかったんです。でいろんな人の十字架を見てきたから分かるわけです。
佐世保のある方の、あ、今街道ね、街道になってるのはね、もともと小児科医なんですけど、その方のお嬢さんがイエス様を信じて、でそのお母様イエス様を信じて、お父様も信じたのかな、だけどとにかくもうあの、ね、そこをもう小児科医辞めたから今借りてからものすごい安く貸してくださって、共感して街道もして ねやってるんですね。でそのお父さん、あのその方とかからもう一人の別の人も一緒にね言ってたそうですね。いやクリスチャンっていうのはあの死ぬ時ね、医者だから死をいっぱい見てきた、まあ、その方は小児科医だけど、他の人は別なんですけど、いっぱい死を見てきたけど、クリスチャンは本当に違うって、クリスチャンの死は他の人の死は違うって言うんですって、医者が、ノンクリスチャンの医者。それで自分は自分の葬儀はキリスト教式でやってほしいって、あの遺書を書いておくとか言ったんですって。全然ノンクリスチャンね、でも本当に言ったん、いやね、客観的に見て、医学的に客観的に見て、もういろんな人の死に立ち会ってきて、クリスチャンの死は違うって、本当違いますよ。結婚式も素晴らしい、祈りちゃんみたいに喜びにあふれてる人もいるから。だけどクリスチャンの醍醐味はね、告別式なんです、葬儀なんです。クリスチャンの告別式は勝利の凱旋なんです。もちろん愛する人が亡くなったから痛むし悲しいですよ、特に生前時間を共有した人は、あんまり時間を一緒に過ごしてなくて悲しんでる人に安易な言葉をかけないでください。やっぱり時間を共有したら悲しくなるんですよ、人間だから。だけどその悲しみを超えるほどの喜びと希望を、主を知ってて天を知ってたら分かるんです。でクリスチャンっていうのは告別式ほど書くときはないんです、実は。で、まあですね、違うんですよね。で、どうでもね、あのだって国別式の時ってみんなエス様死に絶好の機会でしょ、一番最高の伝道会になるわけですよね。あの十字架のそばにいたローマ兵がエス様を死にたように、確認したように、私たちの人生を通して十字架を通ることがあるかもしれない。でもその十字架を通して本当に私たちが神様の憐れみと恵みによってそれを全うできたなら、ちゃんとね、神様の助けによって全うできたなら、必ず救いが起こってきます。必ず起こってきます。でも時々やるんですよね、うるせえわね、分かったよ、じゃあ降りてやるとか言ってね、ガン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 と言うわけですよね。つまずきしか起きません。お互い悔やみましょう。何度十字架を降りましたか、何度人のせいにしましたか。その後落ち込んで、はあって、もうダメだって言って、ダメじゃありませんよ、悔やめてもう一遍やればいいんです。だけど自分でやるのやめましょう。本当に主にすがって、主についていく限り十字架は必ず来るから。これ十字架って恵みだからね、祝福だからね。でそれを本当に神の恵みによって全うしていきますとね、秋元さん言うように、大変だと思ったらすごい祝福だったんだけど、ね、あれは十字架を追って全うしてるから言ってるんです。全うしてるから、そしたら本当に復活の主がやってくるから。主は生きてるんですから、それ生きている主の現実を見るんですよ。いや私はいっぱい見てきたわってね、散々文句言ってつぶやいたのに、そりゃそうでしょう、あなたのために十字架を追った人はいるんだから、真剣に取り出した人がいるんだから。私はそれを山ほど知って、妻によく言われました。その時カチンと来たけど、今63歳だって分かります、全くその通りだったって。だからせめてこれからは今度は取り出して十字架を引き受けるになりたいと願っています。していますとはまだ言いません。これからそういう人生を見たいと思っています。あなたにもそれをお願いしたい。年を置いてもなお自分を生きますか。残りの生涯がそんな長くないのになお十字架の上で起こりますか。自分の義を貫きますか。イエス・キリストほど自分の義を入れる人はいなかったけど、彼は一言も自分の義を通さず十字架を全部引き受けて、全くの不当、全くの不正、どう考えてもおかしい十字架を愛のゆえに引き受けて全うした後に完全に明け渡したんです。
だから何の関係もない百人隊長ローマ兵がイエス様を信じ、しかもイエス様復活した後にあの裏切った弟子たちが立てられて世界宣教になったんです。私たちイエス様の十字架とは根本的に違うけど、主に従っていくときに十字架を引き受ける、不条理もあるし不正もあるし、なんで私がと思うことがある。でもそれを本当に引き受けて、神様の恵みによって、できませんけど恵みがあればできる、恵みって引き受けて全うしていくときに、関係なかったり全く神様の関係なかったりぶつかっている人たちが救われていきます。神の手によって、あなたの努力やあなたの雄弁やあなたの何かではありません。日本人はそれを求めすぎる。だから信じますよ。でも何かあったらコロッとつまずいてしまう。それどうしてかというと、人の知恵によって救われたら人の知恵によってつまずくんです。神の力によって救われたものは簡単につまずきはしません。私たちはね、本当に恵みによって十字架を引き受けさせていただいて、それぞれして自分の十字架ね、それを全うして、そして十字架を語りましょう。聖霊が働かない限り理解できません。聖霊が働かない限り十字架をいくら語っても分かりません。でも聖霊が働くとき、十字架は人を救い出します。そして十字架に行きましょう。恵みによって、その時に100万人救われますよ。十字架に力があるから、それをね、どうぞ覚えていてほしいと思います。お祈りします。天の様、御言葉をありがとうございます。あなた生きて働かれている神、あの十字架を全うされた後、アバ父よと、あなたは神様を、父の神を信頼し、自分の霊を、我が霊を認めています。完全に願わされました。イエス様、そして復活されたことを感謝します。今生きていることをありがとうございます。どうぞ私たちもその主に従っていく中で、十字架を引き受けるとき、ただ恵みによってこの十字架を全うして、あなたに完全に渡して、神の用意されている驚くべき勝利の人生、祝福をあふれるほど見ていくことができるように、何よりも救いです、何よりも救いです。癒されたり経済が祝福されたりすることも、もちろんあふれるほど起こるでしょうし、嬉しいですけども、救いを見せてください。永遠の命の祝福を表してください。それをあふれるほど見ることができるように、主が導いてくださることをありがとうございます。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りからませんので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今あなたの願いを主に向かってお祈りください。自分のことでも、家族や友人のことでも結構ですし、経済健康どんなことでも結構です。あなたの心の願いを主になりましょう。主はそこに答えてくださいます。イエス・キリストの名によって、父の神の元に参ります。今一人一人に触れて、あなたが働いてください。イエス様、どうぞその願いに応えてください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ、しびれよ、消えてなくなれ、痒みをイエス様って目ずる、消えてなくなれ、耳鳴りをとどまり、難聴を聞こえるようになれ。イエス様は何よって、偏頭痛を癒されよ、不眠の霊をその人の力出ていけ、うつの霊エス様って命ずる、その人の力うつよ出ていけ、経済の必要を完全に満たしてください。ただただ恵みによって満たしてください。悔い改めなさい。そして大胆に求めなさい。真実に悔い改めて大胆に求めなさい。その時、神の憐れみの大きさにあなたは驚くだろう。どうぞこじれ切った人間関係に手を触れ、回復させてください。許す力、謝る力を与えてください。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ、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 ハレルヤ。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。青ぎ子犬が悪ば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今もの地もとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。